例文旧総海底例文クラスマインスイーパーはアメリカ海軍の総海底の緩急アメリカ海軍が第二次世界大戦を見越して20年ぶりに建造した2代目の紅葉型の総海底である。アメリカ海軍は第一次世界大戦末期に最初の紅葉型総海底となるラップウィング旧総海底を51隻建造した。以後、 総改定の新規追加がないまま経過していた。この間、1935年にドイツはベルサイユ条約の破棄を表明したドイツ再軍備宣言を発し、海軍の再建に着手した。また1936年にロンドン海軍軍縮条約が執行し、日本海軍との県間競争が再開した。ヨーロッパにおける大陸上陸戦太平洋における 当初争奪戦において敵機来席を警戒して上陸部隊を送る総会作業の必要性が増してきた。一方でラップウィング急走海底は20年の空白期間に4隻を事故で喪失しただけではなくアメリカ沿岸警備隊に譲渡されたり海軍席に止まっても小型水上規模艦や潜水艦救難艦に改造されたりする艇が続出し、 現役総海底は31隻に縮小していた。アメリカ海軍は霊文級総海底2隻及びオーク級9隻の心臓と同時に民間水産企業が保有するトロール船を武装した特設総海底16隻の海造に着手した。本校では新規建造第一陣となった霊文級について述べる。民間造船所で建造した。 ラップウィング級と違い、霊文級2隻は海軍交渉の一つであるノーフォーク海軍造船所で建造した。喫水は10フィートを超える、全級よりも浅い9フィート4インチに抑えた。フェアバンクスモース 38RD8 ディーゼル機関2機を主機とし、全級より4ノットの速力向上と400馬力の出力向上を果たした。兵装は、 当初3インチ50口径単装砲2門、12.7ミ、mm、リメートル、機銃4丁だったが、後部の3インチ単装砲を母ホすス40ミリメートル機関砲2門、12.7ミ、mm、リメートル機銃を、エリコン20ミリメートル機関砲に換装している。両艇は、欧州戦線に投入され、北アフリカ戦線の奪還を目指す、統治作戦や、大陸上陸を果たす、 ノルマンディ上陸作戦にも投入された。2番艇オスプレイは、ノルマンディ上陸作戦中に戦没したが、1番イ霊文は生き残り、1946年に退役した。ありがとうございます。